はい、皆さん、こんにちは、リフトです。さあ、今回ですね、毎週やらせてもらう週刊アニメランキング、ランキング外となった作品の順位&感想紹介という、今回ですね、今期2024年冬アニメ10から11のランクトップ20、県外21位から、最下41位までですね、いつもの最初から最後までネタバレありでやっていけますので、その点ご注意いただけたらと思います。すでにですね、トップ20の動画、上げてましたが、リンクも貼っておきますので、見つけた人はまずね、そちらご覧いただきまして、気になったね、こちらの、ランキング外の方もご覧いただきましたら幸いです。ということで、今回ランキング対象期間が3月10日、日曜の夕方から、16日土曜の深夜、までの放送分というところで、また相変わらずですね、かなり遅れてるのはそうなんですけども、まあ、週刊アニメランキングも本日は残りあと1回ぐらいですかね。まあ、今最終回ラッシュ来てて、今週まだめっちゃ面白い話が多いっていうところなんでね、ちょっとまたこれから見て、まあ、いろいろ感想動画も上げられたらと思ってるんですけど、まあ、ちょっとね、この週刊ランキングをやっていきたいなというところで、皆さんね、ランキングに対する感想とか、まあ、ご意見とか、まあ、いろいろまたね、お待ちしてますというところなんですけれども、まあ、今回に関してはですね、まあ、トップ20の方は本当もう順位が一気にバーンってここに来て、やっぱ終盤戦で、まあ、再び盛り上がってきたってやつもあればね、こうまたここに来て一気に面白さが上がってきたって作品もあって、面白かったんですけど、まあね、順位がね、今回多分、ランキング外は、かなり意外というかね、この作品こっちなのっていうのが相当多いんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、僕の中ではあれっていうのが結構多かった。うん。印象なので、ちょっとお手柔らかにお願いします。はい。で、これ個人ランキングなんでね、その点よろしくお願いしますという感じですかね。まあ、レベルやっぱ拮抗してますね。別に21位以降でもね、面白い作品もあったんですけど、やっぱ階段編はかなり厳しいこと言うかなと思いますし、いつも褒めちぎってる作品を今回はズバッと、言っちゃおうかなということでございます。はい。ということでね、早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、まずは、21位から紹介していきます。では21位です。21位。キャプテン翼シーズン2ジュニアユース編2クール目ですね。こちら、前回38位。ものすごいね、厳しい順位をつけてたんですけれども、今回はですね、21位というところで、まあ、17ランク、上げさせていただいたようなね、感じでございます。23話ですね。面白かったですね。やっぱなんか結構ね、今回もフランス戦っていうのやってるんですけど、ものすごくやっぱイレギュラーな試合で、ゴール無効だ、雨が降ってぬかるんで滑っただ、なんかね、ちょっといまいち正直盛り上がりきれないところはあったんですけど、今回ですね、FL 攻撃っていうなんかやばい攻撃を、繰り出すところからの岬の執念のゴールっていうところ、すごい面白かったですし、はい。別にやっぱ全員サッカーっていうところで、ね、熱さもあってね、今回面白かったなというところで、トップ20にはギリギリ入んなかったですけど、21位とさせていただきました。はい。では22です、22。マトセイヘイのスレイブですね。11は前回19から3ランクダウン22でございます。ということで、マトスレはね、どうやらちょっと決まったというところで、ちょっとね、昨日結構ライブ、まあフリーで同時にやってたんですけど、盛り上がってたところなんですけれども、ちょっと最終回もまた見ますけれどもね、まあそれぞれの共闘というところで、ヤチホとヒマリ、まあ天下と強化のこの激アツだなと、ね、それぞれの共闘、すごい面白いなと思ったんですけど、最後にね、やばい敵が、なんかやばいボスみたいな出てきたぞというところで、で、どうなっちゃうのかというところでね、まあ、最終回はどうやっても区切りよくは終わらないとは思われるんですけど、どうやってまとめるのかっていうところで、注目していきたいなとは思ってます。はい。で23位です。23位。結婚指輪、物語ですね。11話前回34位から11ランク、アップの23位でございますということで、結婚指輪はね、まさかのこう前回でここに来て現実世界の方に戻ってきちまうよというちょっと相当驚きの、ね、展開正直やってたんですけれども、まさかのね、その土の国の姫アンバルっていうキャラがこっち側にいますみたいな、なんかすごい展開だった。なんかいまいちよく分かんなかったんですけど、とりあえずこっちにいるっていうことで、なんか5人目の姫をね、こう、まあ、ついにこうね、揃ったというような形だったんですけれども、はい。アンバルの来るタイミングがね、あまりに悪すぎて、姫ちゃん佐藤ついに行きと思ったらね、お預けで最終回でできるのかっていう感じなんですけどね、残り1話とか2話かな？っていうことなんですけれども、いやー、まあでも、次回か最終回っていうところで、まとまるのかなっていう感じですけどね。まあ、お預けなんかもしれないですけど、はい。佐藤は今回すごいかっこよかった。ですよね。はい。で、まあちょっとやっぱ駆け足感というか、正直超展開見え抜けないというかねいや、アニオリなんかね、なんかほんとそういうレベルっていう感じのね、ここに来ての話だったんですけど、まあ、またね、まあ、佐藤決意を固めて、まあ、世界で、ね、こうまた、救う深淵をね、倒すぞというところで、また再びね、まあ、異世界っていうのかな、まあ、世界に戻るわけなんですけれども、どうなるのかというところで、面白かったですね。23位させてきました。はい。では24位です。24位。
魔法少女に憧れて魔法はこれですね11話前回5位から、19ランクダウン24位でございますということで、魔法はこうはねなんか最後なんかねめちゃくちゃ怖くてね、ベナリータがラスボスなんですかっていう感じで、なんか最終回はまたなんかすごかったらしいんですけれども、はい、まあ、今回ちょっとバトルメインということでね、まあ、前回はね、まあ、素晴らしいユリを見せていただいたもんですから、ていうかまあこれまでのね話もうまくね積み重ねた結果の話でものすごい良かったなと、まああの修正あるとねもうそれを貫通するレベルのねパワーを感じまして5位とさせていただきましてね、これにはもう皆さんびっくりという感じだったんですけれども、まあ今回はまあバトルメイン、まあキウイちゃんはねまあ相変わらずな感じですけど、まあ作画のテイストがいつも違う感じもしましたけど、やっぱちょっと今回エロは正直少なめ、まあでも大谷さんやっぱ否めないですけど、バトルアニメっていう感じはやっぱ正直ないのね、魔法箱はね、まあ終盤戦なんでね、まあ、まあバトルがまあ一気に増えた感じでもありましたけれども、はい、まあ、で結局なんか終盤全然魔法少女出てこなかったなっていうところ、そこは意外でしたね、かなりね。はい。っていうところで、まあ次回最終回に、期待したいなという感じで、ございます。はい。で、25位です、25位。めぐみの大悟、九国のオレンジ、2クール目22話ですね、前回31位から6ランクアップ25位でございます。ということで、めぐみの大悟ですね。まあ、今回の一件でね、まあ、甘春さんにこう、大悟と柊もね、めぐみに勧誘されて、めぐみに入って終わるっていうのが、まあ、綺麗な終わり方なのかなというのは、思ってますけど、今回ですね、非常に良かったのが、振り返りを一切やらなかったんですね。初めてかもしれない。もう1話以来ぐらいの。はい、なかったし、引きも含めて非常に良かったんじゃないかなというふうに思いましたけど、まあ次回がね、すごい楽しみになる、回だったかなって、まあそういう割にはちょっと順位がね、厳しめになってしまったんですが、はい、まああの火災がね、なぜ、まあ放火犯がいるという、なんで起きたのかと、また旬たちは無事なのかというところ、まあ気になる要素も多いというところでね、まあ次回も楽しみですし、まあ、ひとまずクリエイトしても、ね、いい感じで終わりそうなんで、そこもね、楽しみだなと思ってます。はい。で、26位です、26位。戦国妖子ですね、10話前回30位から4ランクアップ26位でございますということ、戦国妖子ですね、まあ、山の神マジで、ね、強すぎるとかやばいですね、あ特攻の成果を発揮する人格玉、ということで、まあ、玉ちゃんがね非常に良かったというところなんですけど、まあやっぱね新助メインのが面白い感じがね、まあ、どうしてもしてるので、まあ2クル目はどんな話になるのかっていうところ、2クル目の面白いというのは聞いてるんですけれども、はい、まあちょっとまたもねまあ蚊帳の外にちょっと新助が追いやられてるんで、ちょっとそこでね正直やっぱなんか今ジンカとかタマちゃんがあんま魅力感じないんですよね、まあ、そこはちょっと大きくてですね、まだ順位は下げてるというところですが、まあ、前回では上がったという感じでございます。はい。で27位、愚かな天使は悪魔と踊る、かなてですね、10話前回17位から10ランクダウン27位ということで、まあ、前回ですねランキング収録した時点で、まあ、すでにかなて見てたんですけど、最新話ちょっとやばいことになりましたね。でもその前がさ、もうねリリーちゃんめちゃかわみたいなさ、看病会みたいな最高やったじゃないですか、最高と思ってからのとんでもない地獄展開来ましてね、お兄ちゃん鬼畜すぎるだろうっていうえぐい回やったんですけど、ちょっと悪痛ぶっ飛ばせるのか、でもめちゃ強いですよね、実力差もあるんで、どうなるんだって感じなんですけど、はい。でもリリーちゃんもめちゃかわいそうでしたね、これね。ちょっと見てらんなかったんですけど。はい、27位というところで、ございます。はい。で、28です、28位。姫様、拷問の時間です。10話、前回16位が、まさかの12ランクダウン28位でございます。ということでね、姫様。まあ、ちょっとね、やっぱまあ、息切れしてきたというか。まあ、平和な世界と。まあ、あまりにちょっと平和すぎたがために、ちょっと笑いのポイントが正直ね、あんまないかなと思って見てました。うん。っていうか、ツッコミどころですよね。まあ、拷問って何とかさ、これ姫様これ捕虜なのとかさ、そういう疑問はやっぱ一通りやっちゃってるので、その中で30分アニメっていうのはね、ちょっと難しいかなとは、思って見てました。まあ、面白さはもちろんあるんですけれども、やっぱその、まあ、ちょっと序盤に比べるとね、まあ、なんとか30分やってるかも否めなくなってきたかなっていうのは思ってて、まあまあ、別にこれもともと懸念点だったので、まあ、そういう意味ではね、ここまで本当素晴らしいアニメでやってくれて、で何よりなんですけれども、ちょっとね、尺的になんかいろいろ難しくなってきたなっていうのは思って、見てどうでございます。はい。で、29です、29位。魔女と野獣、9話ですね、前回21位から8ランクダウン29位ということで、魔女と野獣もね、一時期最下位近くまで下がってたんで、そういう意味ではね、また順位上がってるところなんですけれども、まあ、魔剣との戦いもっとね、がっつりやるかなと思ったら、思ったより朝で終わったなっていうの正直思ってて、まあ、マジでね、ギドアの強さが見えてきたところであって、まあ、ヘルガのね、まあ、前回のキスからのというところだったんですけども、はい。で、まあ、ヘルガと魔剣がなんかいい感じというところで、まあ、テンポは良かったなと思いますけどね、もうちょいちょっと、まあ、まあなんていうんだろうな、結構バトルのね、厚さを出しても良かったのかなとは思って見てました。はい。まあ、処刑人とかもね、まあ、しっかり、まあ、なんだ、制裁は加えるような、形でしたけれども。はい。
ちょっとなんかあんま思ったに違ったんですけどね、魔剣にもボロボロにあの初見にやられるとかそういう展開を期待してたんですがなんか思ったよりも綺麗にまとまったなっていう感じは思って見てました。はい、まあ、今度は共闘する時も出てきそうな感じがしましたね、魔剣とね、うん、ということで、はい、なんか魔剣のなんかある種のその人間性みたいな、まあここはなんか面白いですね。はい、ということで29でございます。いやでも9話だよ、この先はね。残り3話ですか。どうやるんだろうね。結構でもなんか最終決戦みたいな話だったんで、そういう意味では最終決戦じゃないからね。まあ、それ終わったのかなと思いますけど。はい。残り3話ぐらいあると思います。まあ、ちょっとやじというか、今期は終わんなくて、これ。どうすんだろう。はい。で、30位です。30位。即死シートが最強すぎて、世界の奴らがまるで相手にならないんですが、11話前回39から9ランクアップ30位でございます。という、即死シートですね。まして、やっぱまあ、前回はね、かなり厳しい作画のところも、まあ、展開的にもね、正直雑になってきたんじゃないかというところで、言ってたわけなんですけれども、まあ、やっぱキャラ数の多さっていうのもあるし、まあ、展開のね、もう速さっていうところも、まあ、正直やっぱ気になるんですけど、今回やっぱ結構内容的には面白くてですね、友近ちゃんね、クラスメイトの死っていう、切り替えが早すぎてあれを笑いましたし、ヨギリはね、まあ、相変わらずもう勢いを殺すとか、もうなんか、それでチートすぎるというところで、まあ、作画も今回安定してたというところですね、まあ、ちょっとやっぱ、なんかなんとかね、切り抜いたことを終わらせるために相当巻いたなって印象はあるし、そもそもストーリー的にね、結構、もうガンガン死にまくるとか、そういうストーリーなんで、なんかよりね、巻いた感が強いなとは思って、見てました。はい。で、最後ね、なんかピンチっぽかったんですけど、まあ問題ないだろうと。もう満体だろうというところで、ちょっとね、そこのスリル感はないんですけどね、やっぱこの作品はね。で、これ30位というふうになってます。はい。で、31位。で、結局クラスメイト同士でね、ナッチ殺し合うんかいみたいな。はい。では、31位が30歳まで童貞だと魔法使いになるらしい10話、チェリ魔法ですね。前回29位から、2ランクが31位ということで、まあ、チェリ魔法ね、まあ、つげさんかっこよかったんですけど、やっぱちょっと、すれ違いがすごくてね、話がマジで進まなかったというところでね、まあ、つげの方はまだ進んだかなと思うんですけど、あらちの方はね、ちゃんと黒さん話さなきゃって言ってマジで終わるって、ちょっと、これはないんじゃないのっていうのは思いましたね。だったら、あらちの話をしっかりやりきった後につげの話やれば、なんでこんなになんか伸ばすんだろうっていうのは、アニメ見てるとより思ったなっていう感じでしたね。はーい。まあ次回でね、なんかいい感じになるかな、どっちもね、そこは思ってますんで、まあそこは、心配しないんですけど、ちょっと今回の話としてはね、ちょっと、そんな、そこを進めないのかみたいな感じはしてました。31でございます。はい。で、32で、32。真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので辺境でスローライフすることにしました。セカの真の仲間2期ですね、10は前回27位から、5ランクダウン32位でございますということで、まあ、真の仲間ね、マスカの5番と共闘する、まあ、レッドが導き手としての力を発揮するという、レッドが導き手だったのかみたいな感じでなんか思い出したような感じになってましたけども、まあ、少しは心が通じ合えたのかな、最終的には丸く収まりそうだなと思って最新話見たらびっくりしましたはい、32でございます。はい。で、33位。シャングリラフロンティアにクール目22話、前回26位から7ランクダウン、33位です。ということで。シャンフロがね、またまたこう落ちてきちゃってるわけなんですけれども、まあ、ウェザーモン戦がね、面白かっただけに、ちょっと正直、構成的な部分でね、もうそこで終わらせちまえばよかったんじゃないかって感じで、ウェザーモン戦むしろワンクールのラストで持ってくるぐらいのやっぱテンポ感でよかったよねっていうのはすごい、思ってて、やっぱソロプレイがね、まあ、面白いってきたらいいと思うんですけど、この三楽がただただのソロパートって正直全然面白く感じてなくて、だってまあ、結局 NPC 戦ってるだけじゃないですか、これってゲーム世界で。これは面白さ出ないんじゃないのって、スリル感的にもね、まあ、しかも結構、結構余裕で勝っちゃうしね。はい、っていうところで。で、まあ、三楽が今回強すぎるっていうか、まあ、それでまあ、強いのは当たり前ですけど、今の状態。まあ、もともとはね、それなんでこんなチートだとか言われましたけど、で、今だってそれは強い、ウェザーモースにも勝ってね、いろいろもらって、それは強いだろうってレベルも上がってなんですけど、まあ、作画さすがだったんですけどね。はい。話はやっぱどうしても中途半端のところで終わるなっていうところで、まあ、33位というところで、ちょっと絡めになってます。はい。で、34位、34位。最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。10は前回32位から2ランクダウン34位でございますということで、今回はですね、まあ、アイビーが、まあ、無双する展開というところで、まあ、裏切り者をね、まあ、これで一網打尽するのかなというね、前回ねものすごい裏切り者が明らかになったところだったんですけども、まあ
アイビーがね、大活躍していくというところで、まあ、相変わらず本当に9歳から聞かれまくると、まあ、ようやく転生要素もね、まあ、生きてきた、まあ、前回もそうでしたけどね、感じがしてました。はい。まあ、話的には次回が本番なのかなというところで、まあ、そこに期待、してますけどもね。まあ、順位はちょっとかなり低めですが、34位となってます。はい。で、35位。ジャッキャラ友達くん、セカンドステージ、ジャッキャラ友達くん2期ですね。11話前回14位から、21ランク、マスカのダウンで35位というところで、ジャッキャラ友達くんはね、もう耳だけでいいと思うんですよ、このパートが。なんか菊池さんのパートがね、別に菊池さんが思んないとか魅力ないとかっていうよりは、演劇パートがね、やっぱすごい微妙というか、これを長く別にいいんですよ。1、2話ぐらいやってるんですけど、なんか何話にもかけてやりすぎだなっていうのはすごい思って、で、まあ話的にもなんかめちゃくちゃ真面目な感じで、まあ別に菊池さんが真面目だからね、そういう路線行っちゃうのはわかるんですけれども、はい。まあどうもやっぱ盛り上がりにかけるんで、理想がひなみっていうのもずっとなんかなっていうのは、まあひなみでやっぱ裏の顔みたいなの散々見てきてるわけですので、なんかなってこう、腑に落ちなさがすごい強くて、で、まあ、ひなみの掘り筋来るかなっていうのは前回の話であったんですけど、結局それも全然来ないしっていうところで、はい。で、まあなんかやっぱこの演劇の話とかって、なんか本来サクさんがやりたいことなのかなって正直思ってて、ちょっとこれは面白みがいるというか、耳が魅力的なだけにね、そこ全然やんないのがなんかすごいもどかしく感じるんで、やっぱ演技パーツの話がやっぱ頭に入ってこないですね。正直全然面白くないのが本音で、それはあくまでさ、なんかその演劇をトリガーとしてやっていくっていうのはいいんですけど、演劇はやっぱメインになりすぎちゃってる。今の友達くんって。やっぱそこはね、すごい気になってるところでございます。はい。で、36位。悪役令嬢レベル99、私は裏ボスですが、魔王ではありません。10話がなんと前回18位から18ランクダウン36位で、この辺がね、大幅ダウンが続くんですけれども、悪役令嬢レベル99のね、まあ、すでに最終回かな、てか、悪役令嬢レベル99って11話で最終回なのか、なんかもう最終回終わったみたいなこと聞きましたけども、最終回じゃないのかな。ねえ、まあ、これに関してどうでした？なんかね、まあ、なんか最新話すごい良かったみたいなんで、ちょっとまたそこはね、楽しみに見たいなと思ってるんですが、まあちょっと今回はさすがに展開がやっぱ早すぎるというか、ちょっと雑に感じたっていうのがあってね、なんかアニオリでなんか無理やりまとめてんのかなとか思ったんですけど、なんか一応原作の話を繋げたみたいですね。ちょっとやりすぎだったかなってやっぱ思ってて、今回ちょっとアリシアパートがね、メインすぎたとこもあったんですけども、ゲームの強制力みたいなとこでね、なんか自然とこう、そこに、ま、ゲームのとこメインルートに戻っちゃうみたいな、これは面白かったんですけど、ちょっとやっぱ正直面白みは感じないとか、なんかアリシアめっちゃいじめられてるなぐらいな感じの、なっちゃってたし、ちょっと展開的にもね、まあやっぱキャラがやっぱいろいろ出てこなかったのが痛かったなとは、思って見てましたけれども、全12話だから、だからもう一応あるよね。なんか最終回とかっていうのを話聞いたんだけど、なんだったの情報は。はい、っていうところですけど、10話そうだよね、10話であってるね。はい、っていうところでですね、まあ、作画に関してはやっぱちょっと CG がね、これまずいぞという感じになってましてね、なんか一段とさ、なんかバトルシーンが多かったからなのか、 CG がちょっとね、なんかやばい、めちゃくちゃ浮いてたんですけれども、はい、というこれちょっと大幅ダウンですが、まあ、次回はね、まあ、しっかりまた上がるんじゃないかなと思いたいですが、ちょっとまあそこは楽しみみたいですが、36位と入れさせていただきました。はい。で、37位。望まぬ不死の冒険者11話、前回28位から、9ランクだな、37位ということでね、まあ、前回はね、ロレーヌがですね、めちゃくちゃ面白いというか、レントとの絡みがですね、非常に笑ったという感じだったんですけど、まあ、レントがね、まあ、より上位存在でバンパイアになって、まあ、終了なのかなっていうところの、なんか今回の感じでしたけれども、まあ、ちょっと演出が壮大すぎたっていうのは、やっぱ話的にやっぱ、まあ、面白みを今回ね、感じなかったというところで、まあ、次回、がまあ最終回というか、まあ、さっき言ったね、形になって終わるのかなというのは思ってますけれども、はい。望まぬ虫はなんか、なんともなんかハマりきれずに終わったなっていう感じですけど、まあ、最終回ね、また面白さ出てくるといいなとは思ってますが、37位で、ございます。はい。てか、そういえば最初のキャラ、結局全然最初だけなんだよ、あのキャラはね。もっとできてもよかったけどね。まあ、受付ちゃんとロレーヌがメインなのかな。まあ、あとはね、どんどん変わる変わる。女の子キャラをね、もう、たぶらかしていくレント君という感じなんですけど。37位でございます。はい。で、38位。ぶっちぎり、9話ですね。前回35位から3ランクダウン38位ということでね。まあ、ぶっちぎりをね、相当低い順にしてるんですけど。
やっぱちょっとね、なんかよくわかんない感じになってきちゃったなっていうところで、ちょっとやっぱ今んところやっぱ期待外れっていう感じで、まあ、まだ9話なんでね、まあ3割、まあこの先も終わるんですかね、終わるのか、今期。うん、っていうのがあるんですけれども、まあ、最初の方がよっぽど正直ね、まあぶっちぎってたなっていうところで、なんか最近変にシリアスに寄せすぎてる感じがしてて、でまあ、ちょっとまあ9話だから、こうまあ残り3話でね、うまく面白くなるとっていうのは思ってるんですけど、なんか、いまいちね、なんか、当初想定してた面白さっていうよりは、なんか違うなっていうのがね、まあ、本音なんですけれども。まあ、作画とかいいんですけどね。はい。38でございます。で、39です、39位。ドサンコギャルは生ラーメン濃い10話、前回33回から6ランクダウン39位ということで、しきくん、フラフラしすぎだわ。やっぱね、まあ、現実世界だったらね、まあ、あるかもしんないですよ。フラフラしちゃうことも。アニメですから、もう一途でいてくれよと、いうのはね、もうやっぱ本当に思うことで、なんかこう、個別イベントがやっぱ多すぎるんですがね、なかなかこんなに個別イベントは基本的にないですから、普通はね、メインヒロインとの個別イベントプラスで、まあ、他のイベントとかっていうのは、多いんですけれども、とか、個別イベントやってる中で他のキャラと遭遇するとかね、まあまあそういう展開もあったんですけど、この作品もね。なんかちょっと四季、何こいつみたいな感じがね、まあこれってもっともっと悪化していくんでね、それをちょっと先取りして思っちゃってるかもしれないですけど、やっぱ冬美になったあんだけいい感じな割にね、なんかこいつっていうのがなんかね、すごい否めなくて、はい。やっぱどうも好きなんですね、やっぱ四季くんは。39位でございます。はい。では、40位です。40位、メタリックルージュ、10は前回40位、同様40位ということでね、メタリックルージュはちょっと作画がもうやばくてね、マジかって、やばかったですよね。作画ちょっとこれ崩壊レベルだったんですけど、シアンのキャラ編がなんかすごいことになってました。はい。でまあなぜかこれ緩和を入れてくるっていうところで、まああのネアンがね、家族になれるのか見て、その家族に関する話をやってたわけで、まあそこを入れたかったのかなと思うんですけど、ちょっと10話あんだけぶっ飛ばしてた話で8話とか9話とかやってきて、で10話でこれやるのはんっていうのがちょっと構成的にすごい僕ははてなマークが浮かんでるとこではあって、まあいろいろと伏線巻いてるのかなとは思うんですけれども、まあ、当の昔にですね、まあ、置いてかれてるのが正直なところですので。ちょっと本当見るの必死なんですけど、メタリックルージュ。残り2話ぐらいですかね。はい。もうちょっとここまで来たら正直順位が上がることは僕ないかなと思ってる。僕が上げることはないかなとは思ってるんですけど。はい。いやー、ちょっと作画が崩れるとは全く思ってなかったね。まあ、途中もね、これまでやってくるような話があったんですけど、今回特段ひどかったなと思いましてね。そこは絶対間違いないと思ってたんでね。あーえっていう、本当思ってるんですけど。40位でございます。そして、最下位41位。こちらですね。佐々木と、P ちゃんですね。11話。前回最下位、同様最下位ということで、まあ、ドベニと最下位は同じということになりました。はい。まあ、サダピーですね。まあ、当初やっぱまあ、もうすぐ期待してた、1時間スペシャルの時めちゃ評価してただけに、まあね、あの前回もね、まあ、相当厳しいことを、言ってたわけなんですけれども、まあ結局おじさんをね、救うために、マルクさんを救うために、なんかおじさんでなんかよくわかんないけど、あっさりそこも解決するんですよね、結局ね。で、まあ、数かけてっていうところで、まあ、ヒロインも出てこない振動したっていうことを言ってたわけなんですけれども、今回ですね、まあ、二人静香ちゃんとかは出てきたわけなんですけれども、もうメガネおじさんとね、グダグダバトルというところで、まあ、バトル中に会話パートを挟みすぎちゃって、なんか緊張感全然ないと。で、まあ、話がやっぱいろんな方向に行きすぎちゃってる。やっぱ闇鍋状態というか、なんかまとまりがやっぱ正直全然感じられない。あれ何やりたかったんだっけっていうのが、この先にすごいあって、やっぱキャラも多いし、現実という世界あるから、まあ、やっぱ、とっ散らかっちゃってる印象はね、ずっとあるんですけど。で、まあ、お隣さんですよね。いや、これ、キービジュアルこれミスってるだろ、これ。お隣さんガンガン出てくると思ったらもう出てこいやんけって思ってさ、もうそれ言い続けてもう11話まで来ちゃいましたよ。もう最終回終わったんでしょ？どういうことやねんこれ。はい。ということでね、もうちょっと最終回でまとまるとも思えないですし、正直なとこ期待外れだったし、まあやっぱアニメにやっぱ完全にうまく落とし込めてないのもまあ大きいかなとは、思いますけれども。はい。さっきとピーちゃんがまさかの2週連続再開となりました。はい。
という感じで、今回ですね、今期2024年冬休み10から11のランクトップ20圏が21位から、最下位41位までのネタバレありの紹介は以上となりました。ご視聴ありがとうございました。ということでね、今回ですね、まあ、順位をこう一気に落とす作品がすごい多かったんですけど、まあドベニと、ドビは変わらずというところで、メタリックルージャーも兼ねてよりですね、もうダメだというところですし、サナキとビーちゃんはね、こんなじゃなかったなっていうところですけど、まあ作画が怪しくなる回もありましたけれども、やっぱなんかね、せっかく魅力、キャラの魅力は別にあるんですよ、この作品。構成が正直ちょっと絶望的というかね、つながりの部分で言っても、まあ、キャラの出し方っていうところに関しても、なんかやっぱすごいもったいないというか、まあある意味ね、魅力あるキャラがいすぎるのもあると思うんですけど、まあかと思ったらそういうキャラを排除してね、こう、おじさんの話を前回までやってみたりとか、ということで、まあちょっと一貫性もないですし、やっぱビーちゃんはなぁ、まあなんかもうちょっと逆振りとかもあったらいいんですけど、基本的にやっぱ真面目な話をやってますんで、はい、ということで、再開ということですね。はい、まあ姫様とかね、アカギルジョレベル99とか、この辺をねまた一気に落としたような、感じだったんですけど、まあ別にこの作品たちはね、全然また次の話で面白くなる可能性も十分にね、あるかなとね。友達がちょっとやばいですからね、構成的な部分ですからね、話の内容というか、そこがちょっと不安だなと、いうふうに思ってますね。まああとまあ、まあ、フォアコとかね、この辺はまあ別に今回落ちただけっていうところではあるかなと。まあ、24位とか25位とかもあるよね。はい。で、まあ、あとはぶっちぎりですかね。俺も1話めちゃ評価してたんですけど、なんか全然パッとしない感じになってきちゃってて、なんか、そう、まあ、変にこう、シリアスやるずっとぶっ飛びまくってる感じのが面白いと思うんですけどね。はい。まあ、本気人って、まあ、そもそもテーマ的になんか難しい感じはそもそもしてるんですけど、ぶっちぎりっていうのはね。はい。ということで。まあ、まあ、いよいよ最終回、ここからラッシュっていうところ、ちょっとこれからね、僕もどんどんいろいろ最終回見ていこうかなと思ってるんですけれども。はい。まあ、あんま酷評レビューはね、最終的にどうあったっていうところで上げたいとは思ってないんですが、まあそこはね、まあ、しっかりと、まあ、思ったことは言って、いく感じでやっていきたい。まあ、週刊アニメランキングは次回で最後になるかなとは、思いますけど、また最終ランキングとかもね、上げますんで、まあその辺は、また、感想とかどんどんまたここから上げていきますんで、お楽しみにお待ちいただきました。最後に皆さんの、チャンネル登録、高評価の方もお待ちしてます。コメントもお待ちしてます。ということで、今回の動画は以上となります。最後もご視聴ありがとうございました。